みんな、みんなは子供が好き？子供たちのとびっきりの笑顔は明るい気持ちにさせてくれるよね。保育士は初めて集団生活を送る子供たちが毎日を元気に笑顔で暮らせるように見守りながら育む仕事よ。保育士になるには保育士養成課程のある学校で学び、国家資格を取得するのが最も一般的なルートよ。活躍の場は保育園から障害者施設、乳児院、児童養護施設、病床保育、企業内保育など選択肢も広いわね。子どもたちといっても個性はバラバラ、全員同じ接し方では心を開いてくれないから気をつけるように。挨拶や食事といった生活習慣や言語能力、運動能力を育むことが仕事だけど、一番大切なのは一人一人の子どものペースに合わせてしっかり向き合うことよ。そうすれば必ず子どもたちがとびっきりの笑顔で応えてくれるよ。共稼ぎが一般的になった今、家族に代わって子どもたちを預かる保育士への期待はますます高まっているわ。何より子どもたちの成長を見るのはとてもやりがいがあるよね。頑張って。